こんにちは。今日は久しぶりに購入品紹介をしようかなと思います。ただね、購入品紹介とは言ってるんですけれども、これを買ったのはね、実は2月ぐらいで、もう半年以上前に買ったものになっちゃうんですけど、なんか私さ、おしゃべり動画とかでもよく話してるんですけれども、なんかね、キットとか手芸材料を買うのがちょっと趣味みたいなところがあって、結構ね、いろいろ買ったけれども作ってなかったりとか、なんかそのままになってることがね、結構多いんですよね。で、なんかいろいろごそごそしてたら、あ、これも買ったんだったと思って、なんかせっかくなので今日はちょっとその2月に買ったものを今更紹介する感じにはなっちゃうんだけれども、ちょっとそれを紹介しようかなと思います。まあね、ちょっとちらっと見えたかもしれないんですけど、こちらですね、ルシアンさんから出ているこの刺し子の日だまりシリーズのアイテムになります。で、日だまりシリーズって名前なんですけれども、まあ、ルシアンさんって言ったら、刺繍なさる方だった、あとコスモで、まあ、聞きなじみがあるかなとは思うんですけれども、私もね、刺繍を初めて習った時のその先生が多分コスモのアイテムがお好きな方だったと思うんですよね。それで私も一番最初に買ったチャコペーパーがね、コスモのものだったりとか、その道具揃える時にこの骨筆を勧められて買ったりで、その時も刺繍糸、コスモさんの刺繍糸で刺繍のレッスンを受けたので、それからね、自分でもコスモの刺繍糸を買うことが多いんですけれども、多分最近のパッケージがこれかな。で、ちょっと古いデザインの糸だとこのパッケージがついてると思うんですけれども、まあ、そんな感じで多分刺繍好きな方はコスモさん、お世話になってるよっていう方もいるんじゃないかなというふうに思います。で、今回私が紹介するのはこの日だまりシリーズって言って、そのルシアンさんから出ている、まあ、刺し子のシリーズになるんですけれども、今日はね、これを紹介していこうと思います。まあ、ただ日だまりさん、めちゃくちゃ可愛いんだけれども、まあ、正直に言うとちょっとね、相場よりもお値段が高いんですよね。だからね、私も買うときちょっと躊躇したんですけれども、多分同じ感じで気にはなるけど、お値段が他のよりも少し高いからどうしようかなって思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思ったので、今日はちょっとこの買ったこの日だまりさんの中の、まあ、糸だったりとか、この布がどんな感じかっていうのをちょこっと紹介できたらなと思います。まずはこちら日だまりさんのマルチクロスですね。私が購入したのはこちらの十字つなぎ80番のブラウンを購入しています。ちょっと中を開けていきます。中はこんな感じですね。これ広げるとこのぐらいのサイズ感になります。こっちにすでに印刷されているので、この模様に沿って刺し子を刺していけばいいというものです。で、水に濡らすと消える印刷線になります。一応仕上がりサイズは 32×32 ですね。この日だまりシリーズの特徴として、生地の素材かなと思うんですけれども、こちらですね、素材が綿 50% 麻 50% 配合の生地になります。まあ、一般的に売られてる、よくあるこの刺し子の布巾だと、まあ、さらしが綿 100% になるので、それに比べると少し、まあ、高級な生地になるかなと思います。すごく質感も良くて、張りもしっかりしたような感じになります。ただね、さらしに比べるとちょっと生地が硬くなるんですよね。一般的なさらしだとこんな風に表と裏の生地と2枚重ねて、こんな風にチクチクと刺していくと思うんですけれども、この日だまりさんはちょっとね、生地が硬くなるので、この中の説明書にも書かれているんですけれども、まず最初にこの表になるこっちの生地だけに刺し子をして完成させて、その後にこの裏を後からつけるというものになります。まあ、なので刺し子付近でこう3目重ねたりするのがちょっと苦手だなっていう方は、この日だまりシリーズだとこの裏が全部隠れるので、裏の針目もね、隠れるから、刺し始めと刺し終わりは玉結びをして、で、最終的に裏をつけて完成させるというものになります。で、一応こうマルチクロスなので、このままクロスとして使って
もらってもいいかなと思うんですけれども、まあね、生地が結構上等なので、まあインテリアのねマルチカバーとかにしてもらってもいいと思いますし、もしくはあのこの中に綿を詰めてインテリアのねクッションカバーにしてもいいんじゃないかなというふうに思います。あともしくはこの、まあ、模様の部分を活用してあのバッグとかあのポーチとか何か小物作りに使うのでもいいんじゃないかなというふうに思います。続いてはこちらが日だまりの刺し子糸です。私は3色買ってるんですけれども、この日だまりさん の, あの特徴コーン巻きのタイプになっているので、なんかねパッケージがねすごく可愛いなというふうに思いました。あとねこの色が可愛いんですよね。でこの日だまりさんはそれぞれ色に、まあ、番号がついてるのはもちろんそうなんですけれども、この色にね名前がついてるんですよね。で私が買ったまずこの単色の、10番こちらはラズベリーソルベという名前がついているんですよね。なんかあの夏のねアイスのラズベリーソルベの色がこうイメージなんだと思うんですけどね、すごく可愛いでしょ。でこの2つがまあミックスの糸になるんですけれども、まずこっちかな、こっちが303番、これはシャボン玉で、こっちの305番、こっちはねアジサイコージっていう名前なんです。なんかねそんな感じでこのパッケージの可愛さと、あと色の名前の可愛さにねちょっとこう惹かれるかなっていうふうに思います。ちょっとね中も開けてみようと思います。はい、中を出してみるとこんな感じです。まあ、ちょっとねさっきあの糸の先もほぐしていろいろ見ていたところだったんですけれども、この糸の先をほぐしたらね6本出てきたので、6本の糸で寄り合わさってるんじゃないかなというふうに思います。ただこう私が手持ちの糸で比べた時に、このよく使うオリンパスさんと湯沢屋さんのちょっと太めの糸、それに比べるとこっちもねあの6本の寄り合わせの糸なので同じぐらいかなと思ったんですけども、この2つに比べるとちょっと細いような感じですね。なんだろう、もともとのこの6本の寄り合わせなんだけれども、もともとの糸が細いのかな、すごくちょっとね繊細な感じなんですよね。で私ちょうどねホビーラホビーレさんの単色の糸も持ってたので、これは20の4本、あの糸の先をほぐしたら4本出てくるんですけれども、この糸と太さ的には同じぐらいかなと思いました。なのでこの日だまりさんもちょっとこう細めの繊細な感じの、細いのとは違うんですけれども、まあ太すぎず細すぎずというのかな、なんかちょうどいい太さになるかなというふうには思います。これねパッケージのそのこのコーン巻きの佇まいが可愛いし、色の名前なんかも可愛かったりするので、なんかこう紹介するときに作った作品をね紹介するときに、この例えばシャボン玉で刺しましただったりとか、まあ、このパッケージの可愛さこう写真で撮ったときとかになんかインスタ映えするみたいな感じがするかなと思うので、なんかねすごく可愛い糸だなというふうに思います。今回はこちらのルシアンさんの刺し子の日だまりシリーズのものを紹介しました。でネットでねルシアンさんのホームページ行っていただくと、PDF のカタログを無料で見ることができるので、それも見ていただくと面白いかなと思います。私が紹介したこのマルチクロスも他にいろんな色とかいろんな模様がありますし、この刺し子糸ですね、全部こう色がバーっと乗ってて、それにこの色がなんて名前ですよっていうのが出てるので、それがねすごく面白いかなと思います。なんか普通の白も綿菓子っていう名前だったり、水色もプールサイドっていう名前がついてたりとか、あとねなんかこうミックスのちょっとこう淡い色味の段染めかな、そんな感じのもので、練乳いちごとかねよもぎパンとかあって、それをね見るのもすごくね面白いなと思いました。ちょっと私一個日だまりさん、もしよければここの番号の裏に名前が書いてあったらいいのになと思ったんですね。この305番もアジサイコージだから、ここにねアジサイコージって書いてあればさ、すぐこの色がなんて名前だったかなってわかるのにと思った。私ちょっと買った時にね お店でネットで調べながら、このなんて名前かなと思いながら買ったんだけど、その時覚えてたけど、今いざあれなんて名前だったっけなと思ってまたねネットで調べながらやったんだけど、ここに書いてあったらねすぐ分かっていいななんて思ったりもしたんだけれども、
まあよかったらね、そのルシアンさんのホームページでカタログ見るのもちょっと楽しいかなと思います。あのね、ただね、ルシアンさんって刺繍のキットもねたくさん出してらっしゃるんですよ。でそのキットもカタログに載ってるからさ、またいろいろ欲しくなっちゃって、あの誘惑があったりもするけれども、あの見てて見るだけでもねすごく楽しいなと思いました。あとあの刺繍を好きな方だとね、百姉さんとかもあの作ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、なんか百姉さんのあの刺繍のいろんなこうサンプルっていうのかな、作品集みたいなのもネットで見ることができたので、ルシアンさんのホームページ楽しめるんじゃないかなと思います。よかったらねチェックしてみてください。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。ここでちょっとお知らせです。2021年9月15日の水曜日午後3時から、私のチャンネル YouTube でライブ配信をしようと思います。いつもねライブ配信するとき、なんかあの動画のコメント欄にこそっと告知をしていたんですけれども、ちょっと今回は動画内でお知らせしてみようかなと思います。まあ、いつもみたいに3時のおやつの時間帯から始めますので、皆さんお好きなお菓子とお茶を準備して、あと何か作ってる途中のものがあるんだったらこう一緒に手芸しながらね、あのチャットをしつつ皆さんと何かおしゃべりできたらいいなというふうに思っています。もしタイミング合う方いらっしゃったら、ぜひ15日の水曜日午後3時おやつの時間にライブ配信来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。そんな感じで私のチャンネルではこのように手芸に関すること、まあ、最近では主に刺し子に関する動画をアップしています。これからも刺し子だけじゃなくていろんな手芸やものづくりに挑戦していきたいなというふうに思っていますので、あの興味がある方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。またこの動画がちょっとでも良かったよと思っていただけましたら、この動画を閉じる前にグッドボタン、いいねボタン押していただけますと今後の動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます。どうもありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。